を運ぶオーチ姿勢空気浮上式、ピープルムーバーアイロトラン施策に大きく空気浮上式鉄道とは、空気を利用して、浮上、走行する交通輸送機関である。鉄の車輪を用いた列車の速度上限が3 0 0トル程度だと考えられていた1960年代 -70 年代に、次世代高速鉄道の有力候補になると考えられて、フランスでは、アイロトラン、イギリスでは、 トラックとフォワークラフト、アメリカでは、トラックとエアクッションビークルと呼ばれ開発が進められた。様々な問題点から、高速鉄道としての開発は打ち切られたが、後に、空港ターミナル間の輸送などの用途で実用化された。車体を浮かべる原理は異なっているが、磁気浮上式鉄道も浮上して走行するため、空気浮上式と混同されることがある。1960年代末、 鉄の車輪を用いた列車の高速化は、蛇行動による振動が原因で104。鉄道先進国のフランスでは、アエロトラン、ホバークラフト発祥の地イギリスでは、トラックとホバークラフト、アメリカのコロラド州プエブロでは、アエロトランの技術を導入したものが開発されていたが、大半は技術的には未熟で、従来の鉄道システムによる高速鉄道と競うには、まだ十分ではなかった。 同年代に開発されていた、イギリスの APT や TGV と比べて建設費が低いと見積もられたが、従来の設備が転用できないため新線建設の費用がかかること、車輪式高速鉄道は速度を落とせば、人口密集地の既存路線を利用できることから、費用面の優位性は相殺されていた。また、英国鉄道によって、適切な支持装置があればヘビ行動を解決できる、 可能性が示されたことで、空気浮上鉄道への興味は失われ、オイルショックの中、これらの計画は1970年代半ばに終了した。その後、ゼネラルモーターズが浮上によって、摩擦をなくしリニア誘導モーターで移動するシステムを開発、その事業を受け継いだ、オーチス社がケーブルによる推進に改良したことで、経済性のある浮上式鉄道が実用化された。 この空気浮上式、ピープルムーバーは、タイヤ交換にかかる部品代、人件費などの整備費用が削減でき、稼働率の高さから予備車両も不要で、浮上に必要な電気代を含めても十分採算が取れるものとして、成田空港第二ターミナルシャトルシステムのように一部の空港等で利用されている。航空工学に基づいて、浮上に空気力学を利用する。 エアロトレインのような例もあるが、この場合、停止中は着地する。スカートの中に空気を溜めて浮上するホバークラフト型の乗り物は、線路として整備された平坦な路面を走るのであれば、浮上時のエネルギーロスが少なく、高速走行時なら鉄輪式よりも効率が良い。また、鉄輪は高速走行時に通過曲線の半径が不十分だと、フランジが軌道側面に当たって、 蛇行振動が起こり、140マイルパーアワー以上では、振動周波数の増加によって転がり抵抗が劇的に増大することで、脱線の可能性が高まるが、浮上式鉄道はこの問題を回避できる。車体が浮上しているため、少々のデコボコがあっても乗り心地への影響を少なく、複雑な喧嘩装置を省略できる。さらに浮上パッドは、 軌道表面に与える圧力を大幅に減らし、設置圧は鉄道車両のおよそ11万、タイヤのおよそ120に抑えられる。これらの要素により、空気浮上式鉄道は既存の道路と似た低規格な軌道で走行でき、従来の鉄道に必要とされた複雑で高価な軌道よりも新路線の建設費を大幅に削減できると考えられていた。 初期の空気浮上式鉄道の概念の一つに1930年代初頭にフォードモーターの技術者だったアンドリュー・コッカーが圧縮空気を浮上に用いる概念を発表した。これは後のロバーポートの概念でポペットバルブのような形状の小さい金属の円盤から圧縮空気を吹き出すというものであった。ロバーポートは浮上には 金属面や同じくらい平滑な工場の床のような、コンクリートのかなり平坦な表面が必要だった。コーカーは、フォード科学研究所の副所長に就任後も、ロバーポッドの概念の開発を継続した。1950年代まで車両に導入しようとする、表だった動きはなく、高速走行時に多高振動問題を避けるために、 従来の鉄の軌道上をロバーポートのような装置を使用して走行するいくつかの試みがあったに過ぎない。1958年のモダン、メカニックスにロバーポート概念の最初の一般的な導入の一つを紹介した記事がある。その記事では自動車に焦点を当てており、フォード車のグライデールを元にしているが効果は、私たちはグライデールは、 高速陸上交通の新しい形態でおそらく約1000マイル以上の距離の鉄道の旅行の分野を見込んでいると記している。A1960 ポピュラーメカニクスの記事では複数の異なるグループの空気浮上式鉄道の概念の提案を記している。同時期エリック・レイスウェイトは玩具的な段階ではあったが最初の原理的なリニア誘導モーターを製作した。イムは 複数の異なる方式が作られたが、従来の電動機であれば、複数の可動部で構成されたのに対して、単純な構造で、金属板が、軌道上に配置されているだけだった。電流を流して冷時されたコイルによって発生した、磁場によって、金属板内で短時間のヒステリシスを伴って、誘導電流が冷気される。コイルに電流を流すタイミングを注意深く切り替える、ことによって、 コイル内とリアクションレールの磁場がヒステリシスによって相殺される。相殺の結果リアクションレールの賞味の推力はイムを通してそれ、自体をいかなる物理的接触を介さずに引っ張る。イムの概念は交通機関の分野において稼働部品のない電動機によって大幅に整備の手間を減らすことができるので大いに検討された。レースウェイトはイムが高速鉄道に完全に 適合すると提案して椅子に4輪の車体をつけたイムで動かす模型を作った。実演の成功後、彼はイギリス国鉄にイムを小型のリーバイパドに似た浮上装置を使用した軌道上を走行する小規模の実験への投資を求めた。イギリスのトラックとホバークラフト社の調査により40トン100人乗りの空気浮上式鉄道の場合、 時速4 0 0トルで時速7 0トルの向かい風の場合、空気抵抗のために2 8 0 0ットが必要と試算された。しかしながら車両は浮上するために2 1 0 0ットが必要と試算された。合計4 9 0 0ットは既存の運行されている貨物用の機関車ではありえない数字ではないが、これらの重量は80トンで大半は 電圧制御と変換装置だった。トラックとホバークラフトは軽量に設計されていたので、車載はできず、これらの推進に要する高価な機材を全路線に渡って、軌道上に分散配置する必要があった。しかしながら、トッチ富士正機は、重量が64000ポンド、60座席で142マイルパワーで、走行時に浮上。 案内にはわずか 560kW だけが必要だった。フランスの I-80HV は類似の指標で時速 431km に到達した。磁力で列車を浮上する概念は空気浮上式鉄道の開発試験中にすでに検討されていた。当初、この方法は非現実的であると信じられてきた。もし、 システムが電磁石を使用するのであれば、制御装置は法外なほど高価になることが予想され、当時、鉄道車両を持ち上げるほど強力な永久磁石はなかった。パワーエレクトロニクスの進歩により、電磁石を使用したアクティブトラックの浮上式鉄道が現実味を帯びてきた。九百六十年代末に、磁気浮上式鉄道の概念が刷新され、再び注目されるようになり、 いくつかの計画がドイツと日本で始まった。同時期、レイスウェイトは浮上と推進を司る新型のリニア、誘導モーターを発明したことにより、従来のイムのように、地上側のレイジの不要な軌道の建設が可能になった。どちらの場合でも、適切に電磁石を配置することによって、列車の浮上に必要なエネルギーを大幅に削減できることが判明した。全体的において、 磁気浮上式鉄道は浮上パッドを単に電磁石で置き換えたものである。電動機とファンを取り除き浮上用パッドを磁石に交換して車両の重量を約15%減らした。この変更により空気浮上式鉄道で浮上に必要だった電力を 2100kW から磁気浮上式鉄道では 40kW まで減らした。これはトラックとホバークラフトが 鉄車輪式鉄道と低エネルギーの時期浮上式の前に敗退する要因となった。1970年代初頭、様々な時期浮上式鉄道が世界中で検討された。ドイツ政府は提案された案のどれが優れているかを明らかにするために複数の異なるシステムに出資した。1970年半ばの時点でこれらのいくつかの計画は ホバートレインのような騒音や砂塵を巻き上げたり多くのエネルギーを費やさずにホバートレインと同水準の成果を生み出した。1970年代初頭には世界中で広範囲な磁気浮上式鉄道の提案が活発にあった。ドイツ政府はいくつかの例示された軌道や例示されない軌道を用いる複数の異なるシステムに研究予算を配分して それぞれのシステムの特質を調査した後、現在のトランスラピットに一本化した。1970年代半ばの時点において、磁気浮上式鉄道は空気浮上式鉄道と同じ水準だったが当初、予想されたより、はるかに大きな騒音や浮上時の吹き上げ等の欠点はなかった。既存の空気浮上式鉄道の計画は既存の資金で継続されていたが、 磁気浮上式鉄道への関心の高まりと従来型の高速鉄道の導入の両方により徐々に下火になったと考えられている。近年、日本ではエアロトレインと称する研究が行われている。基本的な概念は従来の空気浮上式鉄道と同じであるが、制圧式空気浮上に代わり地面効果を利用した動圧式空気浮上を採用している。送風機を備えないため、 静止時、低速時の浮上はできないが、送風機による騒音がなく、高速化に適するとされる。また、減圧した管内を高速で走行する、ハイパーループの開発も進められている。詳細は、アエロトラン王参照フランスで1965年の1977年にかけて開発が進められた。サラン・ルーアン管に建設された、 全長 18km のオールレアン実験線で1974年3月5日に、運転速度時速 417.6km、瞬間最大時速 430.4km の記録を樹立した。各部1965年の高速鉄道法により、連邦鉄道委員会は高速鉄道の研究予算をつけた。さらに UAC ターボトレインの成功により、 トラックテエアークッション微クル計画のもとで複数の試作機の製作が承認された。タケブはリニア誘導モーターによって300マイルパーアーの性能の高速列車を想定した。異なる要素技術が異なる試作機で試験された。1969年12月、エネルギー省は複数の計画のためにコロラド州プエブロに高速鉄道試験センターの建設を 採択した。タケブ計画のためには、エネルギー賞は異なる試作機のために試験船の建設費を払ったが、試験船の建設は遅かった。リング・バーティンのチームがまだリニア誘導モーターを使用していなかった頃に、タケブ計画はリニア誘導モーターの開発に注力していた。ギャレット・アイリサーチは、イムに電力を供給するために 3000HP のガスタービンエンジンを備えた。 車輪式で標準機の軌道上を走行するリニア誘導モーター試験機を製造した。リングの試験軌道はギャレットが試作機を納入した時点では、プエブロ近郊の h s g t c はまだ完成していなかった。軌道の内側のリアクションレールは設置中だった。軌道の準備が整うと、リニア誘導モーター、 発電機と軌道の力学的試験は進行して1972年12月に187.9マイルパーアワーに達した。速度は試験線の前兆と試作機の加速度によって制限された。より高速で推進するように2機の J52 エンジンが追加された。これらのエンジンは J-52 の推力が抵抗と釣り合うように逆噴射するようにできていた。これにより、 軌道を数マイル延伸せずにより高速の試験を目指した。1974年8月14日、リンブは従来の軌道上での世界記録となる255.7マイルパーアワーを樹立した。タケブ計画の第2段階はターボファンエンジンを動力とする空気浮上式のトラクテ、エアークッションリサーチビヒクルの試験だった。ボーイングとグラマンが設計を提案して、 グラマンの案が採択された。グラマンの宅部は1972年に発表された。グラマンの努力は、タケブ計画の大部分の予算を獲得して22マイルの軌道の建設を確実にしたが、リニア誘導モーター推進のためのリアクションレールは設置されなかった。ジェットエンジンによる推進のみで90マイルパワーに達したに過ぎない。第3段階のタケブ計画は、 座席を備えたリニア誘導モーター式空気浮上列車のアーバン、トラックテイアークッションビヒクルで完成した。ローインダストリーズはバーティンのエアロトレインの設計をもとに契約を取り、1974年にプエブロの HSGTC へ試作機を納入した。しかし余った予算はほとんどなかったため、ローシャの試作機はわずか1.5マイルの軌道で、 最大速度はわずか145マイルパワーのみ可能だった。油託部の試験準備が整った時点で大半の予算は使い切った状態であったため、それ以上の予算は出なかった。電源供給システムの必要、低エネルギー効率、騒音の水準が問題となった。老舎の試作機の最後の試験は1975年10月に終了した。以来、プエブロの施設は、 交通技術センターとして知られる、従来の鉄道車両の試験に現在でも使用される。トラックとホバークラフト RTV31 詳細は、トラックとホバークラフトを参照、クリストファー・コッカレルのグループが1960年代、初頭に空気浮上式鉄道の概念を実験して1963年に進行方向の制御のできる短距離のコンクリートの表面を走行した。 試作機は短距離の試験線上を手で押して走行した。イギリスでも空気浮上式鉄道の研究が進められた。フランスのアエロトランがガスタービンエンジンでプロペラを回転させて推進したのに対してトラックとホバークラフトはリニア誘導モーターで推進した。ホバークラフトを開発したグループはリニア誘導モーターが知られるようになった1961年頃、 以降に、リニア誘導モーターの概念を取り入れた。1963年から実物大の開発の基礎にするために、リニア誘導モーターの概念を使用した試験機が走行を始めた。小型の試験機は、突型のモノレールの軌道上を走行する共同型の旅客機のような形状の車両だった。水平面は走行路面で、垂直の部分は案内と軌道を保持する強度を維持する。 構造だった。開発チームは縮小された模型の製造のために追加予算を確保した。ハイスに大きな円形の試験軌道を地上から約3フィートの高架上に建設した。ここでは基本的な配置が変更され、軌道の断面形状が一つから大に変更された。これにより車両の床が平坦になり幅が広がった。 この形式は1965年に走行し、次年度に開催されたホバーショー66で公開された。後に、軌道の側面の上部に設置されたリニア、誘導モーターで動くようになった。この時点で計画は、資金不足により中断された。同時期、英国鉄道は、従来の列車の高速走行の障害となる、蛇行の問題に関する広範な研究プロジェクトに、 取り組んでおり、適切な支持装置を開発することによって解決される可能性が示唆された。英国鉄道は空気浮上式鉄道の概念に関する興味を失い、間もなく APT の開発に注力するようになった。これによりハイスのチームは彼らが提案していた実物大の試験機の予算が得られなくなり、ホバーショーではフランスが空気浮上式鉄道の開発を先導することに、 苦情を呈した1967年、政府は空気浮上式鉄道の開発を国立物理学研究所に移管した。ほぼ同時期にリニア誘導モーターの開発において功績のあったレイスウェイトは英国鉄道との関係を断絶した。2チームは共同で実物大のトラックとホバークラフトの試験機を作る努力を続けた。 レースウェイトの説得とイギリスがフランスに勝つという要因の組み合わせによりすぐに政府の資金援助を得られた。1970年にロンドン北部に試験軌道の建設が始まった。この場所が選ばれた理由は全長20マイルの試験線を付設するための平坦な土地が得られたからだったが予算は最初のわずか4マイル分のみだった。 建設費のさらなる高騰によりわずか1マイルのみ建設された。試作機の RVT31 は1973年に速度試験を始め、1973年2月7日にケンブリッジシャーの実験船で向かい、風20マイルの中で時速1 6 7キロメートルの速度に達した。この成功にもかかわらず、政府は2週間後にさらなる予算を中止した。 関心が英国鉄道の一部に止まったことと各種高速化の努力の間での内紛の組み合わせが APT を強く進める独立審査委員会の形成を促した。1973年に予算が打ち切られたことにより計画は中止され、現在は実験機がレールワールドに保存されている。開発関係の書類はイングランドのハンプシャーにある。 ホバークラフトミュージアムに展示されている。ハイパーループの概念図詳細は、ハイパーループを参照ハイパーループは現在、開発中の減圧した管内を高速で走行する輸送システムである。成田空港第2ターミナルシャトルシステム空気浮上式鉄道は1960年代末から1970年代初頭にかけて盛んに議論されたパーソナルラピッドトランジットの ような小規模システム用にも開発された。この分野でも、浮上によって小さい段差や、軌道上のゴミを乗り越えられるのが利点とされたが、磁気浮上式鉄道も同様の利点を備えていた。商業運行されている唯一の空気浮上式鉄道は、オーチスホバーシステムのみで、これはもともと、ゼネラルモーターズによって、自動誘導交通システムとして開発され、 ハントラスト法に基づいて強制的に g m から分離させられた。原設計のリニア誘導モーターによる推進からケーブルによる巻き上げ式に変更したオーチスエレベータ社によって完成し、ピープルムーバーとして世界中に販売され、成田空港を第2ターミナルシャトルシステムのようなターミナル間の移動など、世界各地の空港や大学などで運行されている。 当初はリニア誘導モーターを使用していたが近年ではケーブルカーと同様に工作による牽引で車体を移動させるものが主流となっている。ゴムタイヤより転がり抵抗の少ない車体をつなで、引くという単純な方式は低速での推進効率がリニア誘導モーターよりも優れている。また多くの新交通システムで見られるゴムタイヤを使用しないため車電動機や 駆動系統の整備、タイヤ交換に関わる維持費が抑えられるほか、低消化が良いで、車内にタイヤハウスが張り出さないため床面を広く利用できる。ありがとうございます。